こんにちは。思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は記憶力を高める3つのテクニックという話をしていきます。はい、成績を上げていくときにですね、記憶力、何をどのように覚えていくか、この覚えるスピードですね。これをできるだけ早められたら、成績って簡単に上げられるんですね。で、今日はその中でも、記憶力をね、実際上げていくときに使える3つのテクニック、これを今日お話ししたいと思います。これしっかり意識していただければ、何も考えずに覚えるものに比べてですね、本当に2倍、3倍のペースで、物事を覚えていけるようになりますので、ぜひね、参考にしてみてください。はい、まず最初にですね、意味を理解しようという話をね、していきます。例えばですね、じゃあ1560年に起きた戦いは何でしょうかっていうね、そんな問題があったとします。これ答えは桶狭間の戦いなんですが、この時に1560年桶狭間の戦い、これだけで覚えるのってなかなか難しいわけです。数字もちょっとよくわかんないですしね。で、この時に、桶狭間の戦いがどういうものなのかっていう、この意味までしっかり覚えると、より、覚えやすくなります。例えば、桶狭間の戦いは、織田信長が今川義元を倒した戦いですよね。が1560年に起きたんだっていうところまで、ちゃんと意味まで考えて、桶狭間の戦いっていうのを考えていくだけで、これ実は覚えやすくなって、さらに記憶の定着率もかなり上がります。もう一つ事例を出すと、例えば、理科の場合ね、銅管と紫管。っていうね、植物の、管があるわけです。これ、どっちが太いですか？銅管と紫管どちらが太いですかっていう問題結構出るんですね。この時に、銅管の方が答えは太いんですが、銅管が太い、紫管が細いだけで覚えようとすると、これなかなか、覚えられません。さらにはすぐ忘れてしまいます。じゃあ意味まで理解するってどういうことかっていうと、銅管っていうのは、これ実は水が流れているところなんですね。で、水が流れているところで、水の方が植物、水はね、植物にとってものすごく大事なものだから、あえて太いんだよっていうその意味までしっかり覚えると、記憶力の定着ってすごく上がります。なので、まずはですね、この意味までしっかり覚える。つまり単語だけ丸暗記するんじゃなくて、この単語の意味が何か、ここまで覚えていくってことをね、ぜひ意識してみてください。はい、次に、明治で覚えようというね、お話をしていきます。はい、じゃあそれにさらにね、レベルを上げていくときにやってほしいのが、イメージで覚えていくってことですね。例えば先ほどのじゃあ、銅管と紫管の例でちょっとお話しすると、銅管の方が太いよっていうふうに覚えてもいいんですが、そのイミットだけね、さらにこちらのような画像とか、そういった写真とかを見ながら、本当に銅管の方が太いんだってことを、見ながらイメージして覚える。これだけで実は記憶力ってかなり変わるんですね。ただね、これ見ながら覚えてるだけだから、意識的にはそんなにね、変わってるような感じがしないかもしれないんですが、本当に太いんだっていう、いわゆる気づきも出てきますし、このイメージが頭に入るので、それだけ覚えやすくなるわけです。先ほどの桶狭間の戦いもそうですね。ただ桶狭間の戦いは、織田信長が今川義元を破っただけで覚えてもいいんですが、例えばこちら。織田信長のイラストですね。こういったものを、実際見ながら覚える。そうすると、織田信長なんか怖そうな顔してるな、だから強かったんだな、織田信長が勝った戦いが、桶狭間の戦いなんだっていうようなイメージがつながるわけですね。そうすると、より深い知識になるわけです。なので、ぜひですね、教科書とか、便覧とかね、参考書とかワークとか見ながら、実際使えるイメージ、こういったものをね、パラ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 見ながら覚えていくっていうのも一つおすすめです。あと、ちなみに、桶狭間みたいな地名を覚える場合は、今だったらね、スマートフォンの例えば Google マップとかで、実際に桶狭間って調べてみて、今桶狭間ってどんな感じなのかなっていうのまで見てみたり、地図でね、桶狭間ってこの辺にあるんだ、愛知県のこの辺なんだっていうところまでイメージすると、より深い知識になります。はい、次に3つ目のテクニックは、物語で覚えようっていうものですね。これ何かというと、例えばじゃあ先ほどの桶狭間の戦いの例に出すと、桶狭間の戦いっていうのはですね、織田信長が今川義元を破った。これだけで覚えてもいいんです。これはいわゆる意味ですよね。で、これに加えて、もうちょっと細かい物語。例えば今だったら、大河ドラマやってますよね。そういうのを使って、そういうのを見たりすると、本当にどういう流れでね、この事件というかね、戦が起こったかっていうのがわかるんですね。それ別に見なくても、ネットとかで調べると色々出てきます。例えば、桶狭間の戦いの場合、今川軍はですね、2万の兵がいたわけです。それに対して織田軍は約2000の兵しかいなかったわけです。もう10分の1ですよね。で、普通じゃ勝てないわけです、織田信長。じゃあどうやって勝ったかっていうと、これいろんな説があるのでね、何が本当かは僕もわかりませんが、まず大雨のタイミングを狙ったと。
で、さらに今川軍が休憩しているときに、ちょうど桶狭間で休憩してたんですね。その時に、隙を見て狙ったと。この2つが重なったからこそ、織田信長は今川を倒すことができたわけです。まあ、こういう長い物語、織田信長は多分ね、いろいろこう考えながら策を練って、そのタイミングを狙ったんだな、みたいな物語まで考えると、より覚えやすくなるわけです。同感と士官の例も少しお話ししておくと、まあ、同感と士官はこれなんか物語あるかっていうと正直ないですよね、ここに。じゃあ、そういう時どうするかっていうと、もう自分で作っちゃってもいいわけです、物語。例えば、道管だったらですね、道管の前に水ってつけると水道管になりますよね、水道管。まあ、今ね、日本全国でね、勝手にこう水道をひねったら水が出てくるのはあれ、水道管が日本全国に、まあ、広がっているからこそ水がどこでも出てくるわけです。この時に、この水道管っていうのは、まあ、水道管なので、まあ、要するに道管を水が流れているものをイメージして作られたんだよ。だから、まあ、道管の方が水が大事だから太いんだよ。みたいな、こういう、物語を自分で作っちゃえばいいんです。まあ、実際本当にそう作られたかどうかわかんないですよ。わかんないんですが、自分の中でね、多分これ昔の古い人は水道管を作るときに多分植物からヒントを得たんだろうな、みたいな、そういう物語を自分なりに作っちゃって覚えちゃう。そうすると、この自分で作ったね、まあ、あってもない物語っていうのは意外と忘れにくかったりするんですね。なので、こういうような形で自分なりに物語を作ったり、実際の物語を調べてみたりして覚えると、より覚えやすくて深い知識になります。はい、ということでですね、今日は3つの覚え方テクニックをお話ししました。本当にですね、こういったテクニックを使うだけで簡単に覚えることができて、そしてさらに深い知識になります。ぜひね、やっていただければと思います。あとですね、私は現在7日間で成績アップ無料講座っていうものを配信しています。こちらの動画の右上からチェックできます。こちらの講座でもですね、いろんなテクニック、紹介してますので、もしよかったら親子で一緒に見ていただけると嬉しく思います。